え、今日も流星群見れんのこれ。たくさん流れ星が降り注ぐ場と、想像しただけでもうっとりしちゃいます。なんか、静江さんが、なんかもう気持ちよくなりすぎて言っちゃってんだけど、なんか流星群この間流れたばっかだからさ、全然珍しくもなんともないじゃんって思っちゃうけど、まあ、ね、流星群流れる分にはあの星系のアイテムが手に入るから、まあいいか、今日の夜も深夜徘徊はやります。はい、ということでね、おそらく動画でやっていくのは久方ぶりになってしまうんですけれども、まあもう見ての通りこの辺が、焼け野原になりました。ということはつまり住民の移住計画が完遂いたしました。はい、住宅街が完成してます。まずそっちの方見に行こうか。あ、で、細かい話をしていくとですね、あの、ここ、ちょっと、あの、若干さ、こう、商店街のスペース狭めて、ここを作ったの、なんでかっていうと、左右非対称だったのがちょっと気になっちゃったので、ここと合わせる形で、左右対称にしました。で、ここにタケノコも埋めて、みたいな感じかな。はい。で、この模様良くない？ちょっと古代文字みたいな。こういう模様も、ね、床タイルドを駆使して使ったりしています。あ、リリアンがなんかいる。ちなみにね、リリアンこの間、引っ越したいって言い始めて、引き止めました。もう辛いわ、マジで。実はあたい、一日のうちで今が一番眠くなっちゃう時間なんだよね、みたいな。わかる？でも逆になんか、なんだろう、昼のさ、14時、15時あたりっていっちゃん眠くなるよな。昼に食ったさ、飯のそのなんか糖分かなんかで、血糖値が上がって、もうガーンって眠くなって、居眠りせざるを得ない状況になるよね。はい。で、そうだね。時間も経ってるんで、この辺も、見せたっけこれ。見せてないよね。これ、タケノコが完全に生えて、で、ヒヤシンスなんか植えたりして、この土の部分植えてます。で、このドラム缶風呂っていうのが手に入ったから、レシピが手に入ったから作ってみた。で、ここに電気ストーブみたいな、サウナみたいな置いたりして、あとこのシンプルなパネル、まあ、これも使って、ここにちょっと置いたりして、ちょっとおしゃれな感じにしてます。結構進化してきてない？うん、やっぱなんか夜中に作業すること多いからさ、こうやって明るい状態で見るとまたなんかちょっと一風変わるね。この辺は特にいじってないから、何もいじってないと思います。はい。まあ、ちょっと貝殻とか拾ったりして、うん。で、住宅街ね、これね。どう？ほら、お、クモの巣いるじゃん。あとこの辺のこういうやつもちょっとゲットしたんで設置しております。クモの巣だ、お前。あ、ごめん、自然と一体化してたんだ、オパ。自然と一体化してるらしいです。さあ、このクマですね、どんな子用かな、オパ。いい天気に巡れてハッピーだね。今日みたいな日は、日もたくさん、叩くんじゃないかな、オパ。流れ星が見たら、君は何も願うんだよ。あ、なんかみんなやっぱ、流星群が見れる日って分かってんだね。何、5月は流星群出やすい日なのかな。はい、こんな感じですね。あ、チャンプが。いるね。この自転車上げてるか、モグ。トレーニングのクールダウン。俺、マジで、チャンプをなんだかんだ愛してると思わない、俺。チャンプだけなんか妙に広いんだよ、ここのスペース。ほら。ね、なんか引っ越しの順番の関係で最後チャンプになって、まあ、しゃーねーからって一番広いところドーンって用意してあげたんだけど、ニコ版がここで、パタヤがここでしょ？で、チャンプここで、ちゃんとこのパンチングマシーンとか、この懸垂機みたいなのも設置してあげてるわけよ。めちゃくちゃ俺住民を愛してる気がするわ。はい。どうですか？なんか、かなり自慢の住宅街、高級マンション街になりました。さらにはここに灯台もあったりして、夜中とかすごい綺麗なんですよね、この灯台がね。きらびやかに、この島の存在を示してくれると。おお、見て、なんか女子3人組がこんななんか揃いも揃って筋トレにハマってるわ。なんか一時のビリーズブートキャンプブームみたいなのがまた再発してんのかな、この村で。なんか今日はよく会う気がするな、みたいな。みんなどうなの？みんなやっぱこのなんか流星群の話で持ちきりやな、パティは。まあ、もこさんご機嫌いかがでしょうか、シュガ。今日みたいな日はパン作りするのもいいかもしれませんね、シュガ。パン作りいいね。あ、なんか間違えちゃった。呼んでみただけ。なんで違う、みんなこのがっつりさ、このバーベル使ってウエイトトレーニングしてんの？人の話をよく聞くのが大切だって人本に書いてあったのは話しかけてくださるの大歓迎です。なんかジムとかもスペースがいたら作りたいな。ほんで、ちょっと右上見てもらったらわかるねんけど、公園も少しまあ改築してます。まあせっかく公園というのであれば、まあこうタイル一式じゃなくて、ちゃんと砂場とか作って、こういう砂遊びとかできそうな空間、あとバスケットゴールとか、まあちょっとこの辺にまあ適当に固めてみたいな感じですかね。全体的に、ここ、壁際に置いてるアイテムが高いので、
この奥、すぐ奥にまたなんか崖を持っていこうかなって。でそこにこのエイブルシスターズとかを設置したいとか、いろいろそういう計画を、練ってはいます。はい、練ってはいるけど、それがまあ実現できるかどうかっていうのは今のところまだ未定なんだよね。で今日やりたいことっていうのがちょっと実はまた他にありまして、せっかくねこの島の入り口付近、これなんか今まであんま意識してなかったけどさ、なんかこう人が入ってきた時にこうガーってなんか殺風景やん。殺風景っていうか、ちょなんかなんていうのかな、今島クリエイトキット起動してんけど、まあ、要はですね、島のせっかくの入り口なので何か豪華に行きたいと思いまして、まあ住民たちがね無事引っ越してくれたことなので、ちょっとなんかここにさ、間違えたわ、崖みたいな、てか滝みたいな作ろうかなっていう。なんかみんな滝作るやんか、何かとこう内側にガーってくる滝みたいな、それを俺もまあどっかで作りたいなとは思っててんけど、どこに作ろうかなっていうのをずっとまあ考えてて、ここええやんみたいな。だから俺ちょっと作っていいっすか、もう早速作業に取り掛かるんですけどぬるりと、ほらどうで、これちなみにこれこうやって囲むとどうなる、変な感じになっちゃうかな、いや変な感じにならないね。あ、ここはちょっと待って、おかけて崩すわ。ここのなんか横の行き来はできた方が多分便利だから、もう一応ね、こうやって、来客のこともしっかりと意識した島にしていきたいので、ただな、これ俺すごい残念なのがさ、こう、エア空港、エアポートからこう来て、ちょっと、もう広場が若干位置、ま、直線になってないんだよね。これって広場の位置だけは変えられないかどうしようもないよね。まあそこは多分みんなね我慢してるとこだと思うんで、そこだけなんかすごい細かいことを気にしちゃうタイプの人間からしたらちょっと気になるかもしれないポイントだよな、そこってな。はい、まあ、それはさておきですね、ここをとりあえず道っぽくしちゃって、まずまっすぐ、せっかくならそういうのなんか豪快に行こうよっていう。あ、でこのなんか変な張り紙みたいな多分剥がれちゃうね今日の。息長かったな。でもこれもな、ずっとチャンプの家に飾ってて、いつ消そうか迷ってたけど、結局あいつが引っ越すまで俺は消さなかったっていうこの崖を持って持って、この崖盛りまくってさ、その上にもう一段崖作るみたいな、多分そういう感じだと思います。で多分床とかが、床のこのせっかく張ったやつがこの工事の過程で剥がれちゃうと思うんだけど、まあ、そこはまた後々修正していけばいいんで、細かいことを気にせずにちょっと今からちょっと崖をかなり厚く持っていきます。片側を埋め終わりました。どうでしょうか。まあ同じ要領でこっち側もまあ崖を作っていこうかなって感じですかね。まあこうだよな。うん。このラインだね。ちょっとなんか左右で崖のこの盛り具合が非対称になっちゃってるから、まあそれもあんまり美しくないんだけど、なんかなんかね、まあ、俺の頭でなんかねぼんやりとあんのが、ただ単にその飾り物の滝ではなくて、ちゃんとなんか階段とか、その、作ってあげて、スロープか。ゆくゆくは、ここになんか、ちょっと小さいスペース、何かしら作れればなと思ってんだけど、ちょっとね、今なんか、うまいこと、言語化できないというか、まあ、そういうゲームだよな、このゲームは。で、こっからまあ、こんな感じで、第2の崖を、こうやって、積み上げていく。どう？で、この隙間っていけないんだよね、これ仕様的にね。だからなんだろう、気持ちこうちっちゃくなりがちだよな、滝のこの第2段階部分が。そこをちゃんと意識して、第1崖、第2段目のこの1段目の崖を少し厚く作っておくってのがポイントになると思うわ。うん、まあでもなんかあんまりこの辺はきっちりやんなくて、とりあえずあの滝が作れる状態、河川工事ライセンスでいい感じに水を流せるような感じになりさえすればいいので、まあでもこの上に池とか作ったりしたらそれはそれでなんか結構ロマンあるんだけどね。
なんかそういう感じ、やっぱ高低差つけたいなって思って、純粋に。なんかもう見栄えとか気にせずにさ、なんか高低差あった方が単純にワクワクするじゃん、このゲーム。ちょっとさ、手始めにこの河川工事でやってみる？あれ？あ、行った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 けど、ちょっと待って、これ冷静に考えてみてさ、あれ？下の滝ってどうやれば開通できるんだろう。いや、ちょっと待って、俺ミスったか、ワンチャン。ワンチャンミスった説はあるが、いや、この方法でリカバーできるか。要は、その、崖のさ、端っこを川に、河川で掘ると、自動的にこの滝になるっていう発想のはずだから、例えばここ。あ、いけたいけた。あ、いけるわ。うん、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、この要領で、こっち側からうまい感じにやっていくか。んー、でもこれ、で、思ったけどさ、なんだろうな。なんだろう。なんかやっぱ、着地点は、着地点はさ、ちょっとやっぱ池的なものがあった方が、いい気がしなくもないけど、まあこれはこれで綺麗だけど、どう？これを片側でもやるみたいな、イメージなんだよね。どうすか？これどうにかなんない？これ。これどうにか、どうにもなんないか？これ。見た目的にまあここ角丸めといた方がいいか。いや、まあとりあえず一回やるだけやろう。反対側も同じようにやります。施します。なんかでも意外とこの高台から見下ろす、この景色、広場の、悪くないんじゃない？なんかやたらめっちゃか、そのなんかこういう崖みたいな俺は作らん方がいいっていう理論をやってんけど、まあ決して、そういうわけでもない。なんだかんだやっぱ、高低差があるのってね、ワクワクするからね。ワクワクが欲しい、俺は。とにかく。ワクワクしたいんだよな、ワクワク。わかる？ワクワクさんみたいに。こうやって、このまっすぐ見たんだよな。じゃあちょっとこれ右あれだけど、こっちは一旦広げてみよっか。まあ、ゆくゆくはさ、なんか、この左側からさらに崖ガーって伸ばしてきて、なんか階段とか作って、ちょっとなんか登れるようにしたいんだよね。ナチュラルに。この崖はただのその見せ物じゃなくっていう、そういうことで、俺が言いたいのは。オッケー、じゃあここも、2段目をがっちりと掘っていきましょうか。これでもやりながら思ったのが、どうやろうな。この入り口基準に、こう、ガーっていくのか、広場基準でもよかったなっていう。広場基準で、この入り口から若干、こう、なんていうの、道を左に反らして、そっから始まって、ちょうどその広場の、あの、玄関と、この、だからこの辺からガーって、まっすぐこの滝作って、あ、でもこれめちゃくちゃ綺麗だわ。いや、これ綺麗じゃん。いや、これええわ、これが。これ言ってよくないでか。ね。これちょっとベストショットだから、カメラアプリかなんかちょっと、撮っとこれ。ほら。どうこれ。あ、なんかしかも、え？こんな色変えれんの？こんな。こんな設定あるんだ。すごい。あ、せっかくだったらこういう、ハッピー。あ、めちゃくちゃ可愛い。今撮影できましたわ。あ、いいね。やっぱあの、フィルターかけると、なかなかいい感じなんだ。だから、このドアを基準にして、こう、入り口作ってもよかったなと思ったんだけど、まあでも、こうやっぱ島から入ってきて、何これみたいなのが、なんかテンション上がるかなと思って。うん。あ、で、ここに広場があるんですね、みたいな感じで。で、こっからさらに崖をさ、左に、ちょっと待って、アレキサンドリア、バタフライがいいんじゃん、こいつ。こいつは捕まえとかないと、これ4000ベルぐらいで売れるからね、こいつね。てか、なんか俺の村マジでいい感じになってきてるなぁ。毎回それしか言ってない気がするけど。なんか、この橋に合わせて、ここにも低木使って、こう伸ばしていくことも考えると、ここも崖にしちゃっていいかもしんない。ここも崖でいいかもな。で、坂とか作って、まあそこは今やんなくていいわ。後々また気が変わって、いろいろいじるかもしんないから。何これ少量バターでもしゃる、なんだしてるだろ。あいつをさ、その、どうだい
しゃあねえな、捕まえてこようか。ったく、お前俺を使ったら、まあ、時給3万はもらわなあかんで。あ、いた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 、ショルパーいた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 、こいつじゃん。行くぞ。おら、オッケー、ゲットしていく。よしよし、これをパタヤに5万メルで売りつけに行くか。お、いた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 、持ってきたぞ。覚えてくれたんだね。早速、どうだい。どうだいって。なんか村人のさ、語尾ってなんか変えれるんでしょ、しずえさんに苦情入れたら。ありがとう、もうこう、内神込んだ通りにお出前だね。俺、なんかもう、このなんか住民がさ、お礼にさ、このなんか身につけるものばっか。これ、しかもなんか浅いニット帽とか俺なんかもう3つぐらい被ってる気がするんだけど、家具が欲しいんだよね。家具くれねえかな、家具。あれ、てか今日、いるじゃん、こいつ。なんだっけ、ジョニーだっけ。あ、ジャスティン。ジャスティン・ビーバーがいるじゃん。ウェイ、久しぶりじゃん。どうも、イケてる魚コレクトのジャスティンだぜ。あ、今の笑うところなんだけど、君やっぱりクールだね。俺が魚との出会いもとも当たるか。俺ね、こいつが来たのがために、竜宮のつがいを3匹用意してるんですよ。これ。これ買い取りっていうかな、こう、なんか買い取りじゃなくて、その、そう、オリジナルグッズの作るやつ。これ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 。ほら。友達のアーティストと頼むから模型のクオリティは間違いないです。あー、なるほど。あれしてんねや。委託してんねや。普段虫とかの地味な模型を作ってるんだけど、ま、腕は確かだから安心。あ、え？何？レックスに委託してんの？で、お前が、あれでしょ、ピンハネして、儲けてんでしょ。へー、やっぱり同じ魚3匹でいけるわ。あ、でも腕前チェックしなくてもいいのか。ちょっと持ってきていい？竜宮のつがい3匹。あ、てか、久々に家の中見せるけどさ、一応、ここも増築した。だから、今、1階に関しては、もう、フル増築なったよね。ただ、部屋のカスタマイズ一切してないけど。いたいたいた、これだ。これ、なんか、この前なんかアイテム預けとしたらさ、なんかもうボックスがいっぱいですって言って、めちゃめちゃ整理してんけど、これ、素材こんないらんかな？もうなんか毎朝のように、もうとりあえず岩だけは叩いてってやってるからさ、この木材とか岩とか鉄とか粘土なんかもう用途ほとんどないのにめちゃくちゃ持ってんねやんか。これが多分圧迫してるかなんかわかんないけど、なんかもうボックスいっぱいっつってアイテムあげられ、預けられない状況に一時期なっちゃったんで、どうやらそれって部屋をさ、さらになんか地下とか2階とかまあ増築したら増えるんすかね、容量ね。ちょっとその辺教えてください、皆さん。俺持ってきたぞ。これ、普通やったら、ね、撃って金に換えるやんか、こんなやっぱ、竜宮のつがいなんか。俺はそこをしっかりと、作品にしていく。はい、お願いします。なかなかおらんじゃん、これ。これ3匹。何？びっくりした、お前。ちょっとちゃんと被写体に許可取ってやって、そういうの。ほんまに。SNS にあげんなよ、ほんま。そういうこと俺言うからね。俺の魚好きは明らかにダディの影響なんだね。物心つかないところはしょっちゅう釣りに連れて行かれたもんで、とは言っても俺のダディ、釣りが大好きなのに釣りの才能はゼロでもっぱら食べるの専門なんだ。へぇー。ダディ。ね、このダディっていうのはもしかして道盛りの過去に登場してるキャラだったりするんすかね。なんか、あんまり、ああ、ちょっと。これでもあれだな、虫も大量に発生してるから、今度レックスが来た時のために、虫もなんか3匹保存しておこうかな。なんか、あれやな。まあ、せっかくやったら、さっき言うてたその、崖工事、やろっかな。この辺から。どう思う？むずいね、これ。崖のさ、工事、やんねやったら。ちょっとどうしようかな。ここからもう一気に全部ガーって崖にしちゃうんか。一部分だけなんか。まあ、できる作業からやるか。てか、まずこの河川工事ライセンスで、ここ一回、やるわ。その住民の部屋をさ、全部一箇所にガッて集めたおかげで、だいぶ、なんかその、島のゆとりができたというか、まあ、悪く言えばちょっとまた殺風景な部分が露呈されてしまっているので、こういう改築は多分今後、さらにやって、
行くことになると思うので、で、まあ、今日そのように一貫して言ってるのがやっぱこう熱盛のやっぱ醍醐味、このやっぱ崖、ほらやっぱこれええわ、ここに崖作っていくのありかもな。この崖をねやっぱ俺ちょっ とどんどん取り入れていこうかなと思って、最初はほんまにそういうのはなんか要所要所部分部分で使うのがええんやみたいな玄人じみたこと言ってたけど、それはなんかただの馬ぶりな気がするというか、まあもちろんそういう考えは考えでええねんけど、まあちょっと一旦崖この辺で止めておこっか。うん、いやてかさ、もう何やったらこっちのと繋げてもいいけどな、それだけやっとくか今日で、次回はこの上をさらになんかもうちょっと森みたいにしていくっていうか、木々がないやん、やっぱ木々が足りてへんね俺の村、そういう木々の集まるで、その森の中に博物館を移設するとかどう？あ、ちょっと見えてきたかもしんない。ビジョンが。本当にこの漠然とした、ぼんやりとしたビジョンでしかないけど、確かなものが見えてきたかもしんないわ。ちょっとこの辺の埋め立て作業、一回全部やっちゃいますね。いやー、ようやくこの作業終わるぞ。いやでもこれね、俺思ったわ、かなりいい感じになる未来しか見えない。どう？なんかマインクラフトみたいでしょこれ。マイクラのダイヤ掘る感覚で俺はこうやって崖を埋めていく。オッケー、よし。ちょっと時間かかったし、まあまだ仮の状態ではあるけど、この辺一式を埋めることができた。で、こっから見てもあんまりパッとしないと思うんで、まあ、一旦この商店街周りからぐるーっと回ってその情景を見に行きましょうか。いや、あのね、いい感じだったと思うよ。で、今日橋立てる。あーちょっと待って、ね、住民が、お前、あちこちで住民が話してる、全部聞きたい。お前何話したの？俺も混ぜろ、ちょっと。パタヤ様は物語を読むときに、感情移入する方ですか？私は現実や夢の人生は自分だけのものが作ってんです。うーん、ということで、はい、どうせリッチな、何これ。例えばどんな本なんだよ。どうせリッチな不動産王とラブロマンスみたいな話だろ。けっつって、この小娘がみたいな。パターなんかそういう陰湿なところあったんだな、お前。最近では、ひとひらの葉っぱ、ある不動産王の一生という本が一緒できたね。図星じゃんけ。完全に。あんたにしては結構意外なんだけど。あ、違うの？なんか違う話ね。リッチな不動産王とロマンスが始まるような。ばっか何言ってんだよ。うちは読むんだったら悪徳不動産会社の少年を叩き直す話がいいんだからな。どうだい。意外とこの住民の会話ってレパートリーあるよね。あ、くっそ、さっきブルースとパティも話してたんだよな。どんな会話してたんだろう、聞きたかったんだよね。あ、やべえ、しかもお薬くれたわ、ありがとう。みんなやっぱ優しいな。はい、崖をね立てた感じの公弁がこういう感じになってます。ここが今これの中心部だから、ここからぐーんとまっすぐだから、この2マスだね。この2マスは崖工事でまあくり抜きますと、くり抜く。うん、でまあこっから坂伸ばしてもまあそれはそれでいい、良くない？どう？この発想結構いいと思ったんやけど。うん、そうすればまあ移動も単純にしやすいし、こっからまた何か繋がってるみたいなワクワク感もあるじゃん。どうですか？ちょっと俺、はしごで登ってみていい？この上の崖の上。登ってみるよ。ほら。わー、すごい。なんか普段と違う景色が見えて。あ、良くなったね。ほら、なんか、あ、やっぱこれ落差あった方がいいな、絶対な。特に、この島の奥の方ほど、高い方がいいわ。で、まあ、ゆくゆくはこの辺をがっちり改築していくからさ、正直まだ俺もこの段階では何もいいとは思ってないですよ。こっから劇的な変化を、この辺もだから床塗ったりして街灯とかつけたりして、でなんかもうこの上にでっかい川作ってそこにはしご立てるとかもしたくない。なんかその高台の上にもう一個の世界があるみたいな、なんか俺そういうのがいいなぁ。
ね、もうなんか平地をさ作業するのはそれはそれで面白いけど、もう遊園地も作った、この商店街も作った、でこの住宅街も完成したね、ってなると今度はなんかそういうまた異世界観みたいなの求めて島クリエイトしていってもいい気がするんだよね。でこの島の入り口は今日作った通りこんな感じ。おお、リリアンがいるね。どう、あどうしたの急に。何あれ、あたい何やってたんだっけ、何って、あ忘れちゃったみたいな。あえ、あ分かった、今のってあれじゃない、俺が持ち物いっぱいだからなんかリリアンがこれあげるみたいなイベントだったのに忘れたみたいな記憶を書き換えられたんじゃない。あのね、最後にちょっとこれだけやっとくわ。やっぱり酒屋定置キット、ここに立てるやります。でこれ階段を一応イメージだけしたいからどう。まあレンガの階段である必要あるかな、これ。なんかちょっと違うの使いたいかも。なんか下が、ここは下が透けてるやつ使ってもいいかもな。ちょっと一回たぬきさんに返しに行こう。これ赤い鉄骨の階段だとどうだろうね。これちなみになぜか一番高いんだよな、見た目一番安っぽいのに。あー、まあでもいっか、オッケーじゃない、なんか京都っぽいし。でなんかこのなんかレンガ、なんかこれ赤い鉄骨からさ、なんか上の方なんかなんつうの、神社、清水寺みたいにしてもいいかもね。なんかいろいろなんかイメージが膨らんできたわ、だいぶ。よし、じゃあちょっと今日はこの辺で終わっていきましょうかね。抜刀が新たな進化を遂げようとしてるね。